こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は不動心です。これは仏への信仰が確立していて何者にも動じない心、不退転の心境を表します。それでは今から不動心を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。